カイコリです。キックオフ4分前です。よろしくお願いします。スペイン戦、今日は全員で応援していきましょう。テーブルにゲストの方がいらっすので、テーブルごとで旦那していただいてもいいですし、今日は、放送はしてないので、私たちがオンラインの皆様に声をかけながらやっていきたいと思いますので、はい、家で視聴いただきながら楽しんでもらえると嬉しいです。ふうくさん、始まるよ。いやー、12分で先制点は大きい。こうやって、キーチ守ってるやん。あれ、狙いだったんかもな。キーチ守って、カウンターっていうのが。確かに。なんか、その J サイのスペイン選手とか、速そうじゃないやん。あんまり。です、読んでみる。読んでみよう。15。じゃあ。キンガさん、キンガさん、ゲストお願いします。スペインをご覧の皆さん、こんにちは。キンガさんに来ていただきました。じゃあ、キンガさん、さっきの得点シーンについてお願いします。解説。遠藤さんのクロスが、得点の半分を占めてるみたいな、私はサイドバックやってるんで、一番気持ちいいやつです。もうアシストしたら最高です。冷静に決めてくれる。めっちゃよかったです。最高です。どうですか、日本が結構割り切って前に前にちょっと我慢してって思うんですけど、そこら辺の戦い方については。やっぱりこういう戦い方もできるっていうところが、しかしたら今このなでしこの強さか、ボール多分持ちたい気持ちもあると思います。まず守備から、はい、ってところですごい守備の連動もチームとして評価されてるから、準備してきたんだなっていう感じが、はい、仕上げたいね。じゃあ金田さん、今日の注目選手なんか。注目選手は青葉さんがのプレーが好きなんで、青葉さん出てきたらまた点決めてほしいなっていうところがあります。じゃあ途中から楽しみですね。はい、期待します。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、鮫島選手です、ね、お願いします。こちらの方に鮫島選手に来ていただきました。今23分半分経ちました、うん、どうですか日本の感じは。スペインにボールは持たれてるけど、でも守備の選手が行くところと行かない、入るべきところと、ここはちゃんとプレスに行くところっていうのはすごい、ボールに出ていますけど、最後のところとみんなで共通意識を持って連動していってるなって思うから、スペイン的にはなんかやりにくそうじゃない。かなり前に進みにくそう。ボールは持ってるけど侵入できない、うん、いいところに、うん、で、まあ、連動した守備で、うん、奪って早いカウンター、あと楽しいもそうだけど、だからすごいなんかまとまってるなっていう戦い方が。エシャネルのカウンター自己紹介のやつで、あだ名はっていうとこに、モッタンっていうあだ名なかった。本人に質問したら、なかった。なかった。あ、それだけじゃねってなってた、うん。そう、うん。で、でも、モッタンってみんな言っとけけど、あの時みたいなの言ったら、バカケンした。あ、ミスコとかもあったんだけど。やっぱほら、じゃあこの2人、でも大事に来た時に、旦那、そうや。よかった。よかった。よかった。本人は、入れてなかったよ。え、もしもったもった。何だっけ、光る。光る。のみ。のみ。入れてよ。ほんま、もったも入れてよ。入れてくれよ。サメちゃんの注目選手、南部選手に注目しましょう。注目しましょう。中身はちなみに誰なんですか、ね、めちゃくりのまま。そんな。そうやな。今日は、先発の高橋原選手。ああ、ちゃんね。復帰してね。うん。間違いない。すいません。はい。
やっぱりヤマタンかな。ヤマタン、ね、やっぱスペイン強い強豪相手にヤマタンの出番もちょっと来ると思うから、でも絶対止めてくれると思う。間違いない。さっきはさっき、あ、さっき、さっきの名前もさっき、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 さもう一個上、1年にね、うん、さっきとは入れ違いだから、そう、入れ違い。でも全然、うん、スヤの朝よりさっきで、うちら、うん、ほんまに。サイドも、体もでかい、ほら、声もでかいし。全部でかい。全部、そう。いや、それでこそ、さっきは。いや、それでこそ、ディスイズ？ディスイズ。お疲れ。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとう。サメちゃんでした。岩さん、岩さん、ぜひチームメイトの岩さんがウェイカの岩さんに来ていただきました。と同時に岩さんは、はい、ノンモン到着しました。頑張りますみたいな、うん、頑張ってね、そう、でもなんかさ、頑張りすぎてもって思って、うん、いや嬉しいだろうね、本当に。いや、あれはリコちゃんの得意な形ですか？右曲がって、その先のシュートはあれだけど、頑張んないけど、リックはその、頑張んないけど、リックはその、頑張んないけど、シェフでもね、あそこ行ったら仕掛けるっていう、仕掛けるっていうか、終わるからね。自分からしたら超悲しいよね。いや、でも、そう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 、でもやっぱ打つってことがオフェンスの選手はペナルティーだと、うん、今日のなんか戦術的に守ってカウンターじゃないですか、うん、あの2人で行き切ったとこがやっぱね、そうそうそう、シュートまでだったからさ、うん、あったじゃん、うん、もう一回返せるかなと思ったんだけど、あそこ良かったんじゃない、うん、あそこを仕掛けてくれて、ひなたちゃんもそうだね、ひなたちゃんも元そう元そう考えて結構いっぱいいるから、ね、山田さんもそうだし、そうか、あ、そうですね、全然子たちがめちゃくちゃいる、みんなも一緒に持ってきてしまって、ね、今ね、なんかチームの雰囲気もいさそうだし、なんかさ、こうやってさ、ボール持たれることに対してさ、うん、なんかもう、ネガティブじゃないっていうか、割り強さ割り切っててさ、作戦じゃんって、作戦じゃんさ、出産に行ったら、なんかまあ、いいんじゃない、それがさ、まあ、いいやと思ってる人もさ、もしかしたらいいかもしれないけど、勝つためにさ、そう、勝つためのさ、だって自分たちがボール持ちたいですもん、本来はそう、持ちたい選手たちばっかりの判断だって。確かにそれをさ、そう割り切って、はい、でもスコアで2-0だったら全然いいですよね、そう思うけどね、そうだ、今日の中国選手が考えてる、今日の試合がいいよ、そうだけどさ、はい、その中でももう、リコが結果出してくれたから、リコって言おうと思ってたもん、そうね、高橋さんとかしたら初めてさ、スタメン、そう、ディフェンス見ちゃうから、そう、だから、ディフェンス見ちゃうから、緊張しますよね、ちょっとね、うん、そう、できないでもさ、うん、いいんじゃない、近いからだから、マジでできるじゃん。そうですか。しかもさ、このさ、なんか、ちょっとさ、取りづらい位置降りられるじゃん。うんうんうん。間に入ってくる、入ってきたりとか、出入りすごいけど、うん、これさ、今日さ、こうやって奪った後とか、はい、正直さ、また相手取るっていうのはすごい多いと思う。うん。確かに。2011年に、この一人センターバンドを見た先が、こう戦ってるのはどうだった？ラリーのところ、ここはスペースがね、なんか、それだけで、受けるとか、受けるとかして。ダンスに行くから、そうしたらね。あ、確かに。いや、統率してたから、まずね。いけみたいな。大事だろ、大事だろ。確かに。あれは経験で語れるみたいな、さ。サクサンって。ありがとうございました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 。ありがとう
きました。今日の日本の戦い方にやばい、最高、もう2点もリードしてて最高、もうこのこれで試合終わっちゃえばいいの。これ間違いない。でも握ってるっていうスコアが一番危ないと思うんですよ。これについてはどうですか。本当にその通りで、もし次また1点取って1点も決めさせなかったら勝てると思います。大事ってことですね、どっちが取るか、はい、本当にその通りで、だから次に1点取って、1点取らせなければ勝てると思います。そのためにはどうしたらいいですか。あの今とてもいい守備ができているので、この、統率された守備をそのまま継続してほしいです。そしたら今日の試合の注目選手は誰ですか。注目選手ですか、はい、多分試合前から思ってたんですけど、宮澤選手と植木選手が点取ると思ってた。あと好きじゃないかい。年いるな。この人おるよな。じゃ思ってました。ちなみになんですけど、聞きづらいかもしれない。次取る人誰ですか。いや別にそれは今は言わないです。取った後に聞きます。取った後に聞いてください。誰っていうのは今もあります。はい、今あります。今あるんですね。はい、追加点取ったらまた聞いてください。はい、わかりました。日本また追加点取ると思うんで。はい、はい、あと話したいことありますか。話したいこと。はい。いや話したいことはいっぱいあるけど、はい、でもあのみんな集中して試合見てほしい。はい。分かりました。今でもちょっと、左サイドのところから守備上げられ、クロス上げられてるところがあるから、そこの守備がちょっと気になります。はい、だから、純ちゃんにもうちょっとサポート行ってあげてほしい。一人じゃなくて、そう、一人じゃなくて。左のだからボタン、そう、だからそこでクロス上げられると、ちょっとピンチになっちゃうかもしれないから、そこが合ってくるとやっぱり怖いんで、はい、そこは要注意で。いや、コーナー、コーナー、ちょっとここはね、集中したいですね。ああ、ショート。ナイス。こういうとこ、こういうとこ、こういうの。大事、大事。ローマ字組の。こういうね、あのショートとかは結構、ね、集中力切れて、スカッとやられやすいですけど、全然集中力切れてません。うん、素晴らしい。素晴らしい。残り5分です。戦い方、どこに注目海外慣れしてるからね。いや、もうね、いや、もちろんね、追加点できたらいいですけど、うん、もう、この点差で、まずは、折り返すっていうことを大事に考えていいんじゃないかと。はい、うん、折り返しましょう。はい、こういう時にね、一点取って折り返すと、なんか、あ、ホームに行きますって思われちゃうの。そうなんです。それが一番ちょっとややこしいから、うん、それは避けましょう。やばいやばい。じゃあ少し戻って皆さんでハイキャッチしていきます。はい。すごいな、やばいね。やばい。めちゃくちゃいい試合を見てるかもしれない、これは。いや、ほんまに。坂口瑞穂さんに来ていただきました。ありがとうございました。どうですか、今の日本の流れ。すごい。すごい。興奮してます。もうあれやんな。もうハマってるよな。うん、戦術が。めっちゃ、行ったり。行ったりやな。もうこのまま行った方がいいよな、最後まで。うん。この戦術のまんまで行った方がいいよな。守備が集中してるし、めっちゃ集中できてる。スペインも攻めあぐねてるから。うん。だって、コントの人たちさ、カウンターが有効的やんな。もうテントルのやっぱショートカウンターやからさ、間違いが入ってる。うん。あと、取った後はもうこうするって決まってる。すごいな。絶対ですよね。作戦通りやろうな。めっちゃすごい。じゃあ、ミトちゃんの今日の注目選手は、アスナ。ここにおる。私の永遠の師匠です。坂口瑞穂師匠です。ちっちゃい時から見習ってきました。見習ってやったらもっとおかしいな。台本みたいなやり取りなんですね。台本は一切ありません。ありません、ありません。ありがとうございます。チャオ。ありがとう。また後半に呼びます。はい、呼ぶなよ。後半にも呼びます、絶対。ありがとうございます。さあ、残り5番、1分。もうすぐロスタイム。もうすぐロスタイム。ゼロで絶対行こう、ここ。10秒。
前半終了したか、まずの試合を見て、めちゃくちゃいい戦いしてる、うん、スペイン相手に。スペインってだって、バルサの選手が多いから、バルサってチャンピオンズリーグでヨーロッパで1位のチームやから、スペイン代表相手に、前半戦ゼロで勝ってて、すごい、もう作戦がぴったりはまってる。守ってカウンターっていう。ひなたちゃん、答え。ひなたです。ひなたちゃん、答え。さあ、キックオフしました。キナさん、みんちょーん、お願いします。はい、ありがとう。川澄奈穂美選手に来ていただきました。再び来ましたよ。どうですか。いや、まあ同じような戦い方かなっていう感じはします、ね。はい、ファール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 、まあでもちょっとファール組のやつさっきから取ってもらえてないので、うん、確かにそこはそういうジャッジだっていうので集中切らさずにやってほしいですね。張り切って、はい、本体カード誰切りますか。私だったら、はい、面白いご質問。そうだな、じゃあ真ん中を今誰にする、誰にしますか。誰入れちゃう。坂口、ナイス。坂口、坂口、真ん中、中盤、準備してなかった、ごめんごめん。なんだろう、でもやっぱサンゼロで勝ってるし、うん、ちょっと2人ぐらいは変えていったら、うん、もちろんね、植木選手もっと点取ってほしいなっていうのもあるけど、前半とかなり勝利が激しいと思うから、うん、ま、そこは1回ね、変えて、うん、田中選手に入ってもらって、フレッシュに前から行ってもらって、手戻ってもらってはありかもしれないな。確かに、うん、あと、それこそ遠藤純選手のところも結構ね、ディフェンスラインまで入ってこうやって守備もしてるし、うん、そこも杉田ひな選手、うん、はい、確かにね。いや、ディフェンスライン集中してる。うん、してる、うん。やっぱもうそこをやらせないっていうのが徹底してて、うん、いいですね。今井が、みやび、みやび、みやび来た。長谷川選手と、長谷川選手、森谷選手、来ました。いいね。いやー、いいんじゃないですか、交代は。タイミング的にも、あと何回使えるんで。長谷川選手でね、もう一回ボールを落ち着かせてってできると思うし、森谷選手に上下の運動量もあるので、そこのところをしっかり発揮してくれれば、うん、勝ち点さんがまたぐっと、うん、近づくね。近づきますね。うん、じゃあ、ここでゲストも交代したいと思います。はい、誰にしますか。そうですね。全然うどん来てない、金賀さん。じゃあ、金賀さんお願いします。全然うどん来たら来てないんで、うどん全然お願いしますんで。頑張りましょう。じゃあ、選手としてやってた森谷選手が入りましたが。スピードもあるんでね、あそこの、今ちょっとやられてたんで、うん、対応してくれる。すごい、今日リコちゃんめっちゃいいっすね。うん、聞いてるね。聞いてますね。時間作ってくれる。うん。大きい。ワントップでこれだけ時間作ってくれたらすごい。先ほど言ってた青葉選手が入りましたが、注目のこの大会でもう爆発しちゃって。やばいっすね。エースに名乗り出るんじゃないですか、ね。そうですね。なんか油断しちゃうね。サンゼロ。すごい。スペイン相手にサンゼロやばいっすね。うん。昔バルサと試合したじゃないですか。うんうんうん、その時もバルサの選手はうまかったですよね。うまかった。で今ブスケツとめっちゃ似てる人がいた。いた。うん。バルサのバルサのサッカー。バルサのサッカーしてましたよね。4-3-3のシステムで。してた。まあ結果は1-1やったんですけど、その時アイナクト、アイナクトバルサが試合して、すごい。こういうのは得意そうですね。うん、でもまあこういうのはもう対応できちゃうんですよ、うん。人数もいるし。でこういう方が守りやすい。守りやすいですね、うん、逆に。やっぱり日本みたいに簡単で攻め、少ない人数で守らなあかんし、そっちの方が守りづらいですよね。ハンターやられる方が。じゃあ、金賀さん、サイドバックじゃないですか。クロス上げさせへんために、なんか意識してることとかありますか。クロス上げさせないために。試合やったら難しいじゃないですか、結構。サイドで。クロス、まあ、まずどっち利きかとか、はい、どっち足でこうタッチ数が多いかとかはやっぱり見るかな、うん、で、まあ、やっぱ一人で本当に対応できないときはやっぱ隣のセンターバックとかサイドハーフとか協力しながらどこに追い込むかとかは意識してます。センターバックだったらどうなの。センターバックですか、うん、抜かれんなよって思ってもう1対1任せますね、結構。サイドで。カバーには行きたくないよ、うん。カバーには極力行かずに、まあ、クロスに対応できるような感じで中にいます。上げられても今、注目の青葉ちゃんめっちゃうまかったですね。うまかった。
これとか。いや、本当にリーグで戦ってても、一番、うん、シュート技術が高いなっていう。それね、ヤマタンも言ってたんですよ。いや、本当に。あのヤマタンが、あの、自分のこういい形に持ってったりとか、あシュートの、うん、ファーストタッチうまい、常にゴール方向に向かってる感じが怖い選手やな、戦うと。あいい、そういう話、ほんまありがたいです。対戦相手目線で。あと、いますか、宮田選手。対戦してて、やっぱ植木選手はこれだけ守備が、うん、まあベレザでも一緒だし、まあ一緒だね。本当にゴールに常に向かっているから、常にこう目離せないというか、ちょっともう油断すると背後取られちゃうし、うん、あんだけ前から守備してくれたらめっちゃ助かりますよね。めちゃめちゃ楽だよね、今し。はい、友達ちゃん、いやいい、いい。友達ちゃん、素晴らしい。おお、素晴らしい。しょし、アナちゃんってキャラがいいよ、ほんま。今の世代のムードメーカーですけど、当時のアスナのムードメーカー具合どうでした？どうでしょう？あれあれあれ、好評なはず。当時は丸山カリナさんというすごい素晴らしいムードメーカーの方がいたんで、確かに、はい、埋もれてました。埋もれてたんすか？はい。いや、そんなことはない。言われました。違う良さがありましたよね。そんなことはないけど、まあ、キャラ濃い人たちが集まってた。そうそう。ありがとうございます。ありがとうございます。港仲良しの江藤ちゃん。お願いします。お願いします。みんなの話聞かせてもらいましょう。みんなが崇拝するみぞちゃん。そうなん。坂口みずほさんに来ていただきます。見る目あるやん。みずほさん、選手からめちゃくちゃ尊敬される人に名前上がってます。そうやで。そうね。全部分かってました。失礼しました。そうやで。そうないよ。いやいや、本当にそうなんですよ。はい、誰誰一誰一、はい、それ誰一、誰誰誰尊敬する人みたいな、A ちゃんかアンチやな、よう言われてる、ああ、 A ちゃんっていうのはそこじゃなくて、うん、すごいと思う選手は、ああ、うん、そう、でもアンさんダントツだよ、ダントツ一位すごい、リコちゃんのこと大好きなみんな、リコちゃん素晴らしい、素晴らしい、会場の皆さんも拍手、いやー楽しい、あーこのキーパータイミングずらされてる、ずらされたな完全に。いや、いい、このベンチの雰囲気で、ある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 、スペインの縦パスよくない、縦パスいく、さ、ダイレでこの細かい横パスしながらなんていう縦パスがいくよな、めっちゃシンプルにプレイしてるけど一番難かったりするやん、うんうん、そういうプレイが、うん、ほんま、今日ここから どのような戦い方をしたらいいと思いますか、あと20分ちょっと残ってるけど、ここからな、しのわるやろな、こっからしんどいでな、この時間帯からが中盤の気持ちちょっとわかる、ああ、なんか一緒にしたらあかんけど、しかもずっと守備してるしな、もう余計しんどいでな、押し出し行かれへんね、この時間帯、うんうんうん、ゆうちゃんとあと1枚誰交代カード切る、坂口監督、監督すずりな、でも別にこれでさ、今、うん、守れてるっちゃ守れてるやん、うんうん、サイドかな、やっぱせやな、じゅんちゃんのとことか、あの辺モッターのとことかは、うん、全然ちゃう、きっときついでな、白はあんまいらまんほうがいい、せやな、誰やねん私、いやでも絶対そう、でも直本選手早すぎるけど、守備力の高いひなとかいいんちゃうかな、残り20分なでしこに、いや必要ですか、水分じゃん、水分も確かに必要、間違いない、うん、おそれ寒いけどね、そうで、うん、じゃあ水分もしっかりとって頑張ってほしい、頑張ろう、はい、頑張ろう、あと20分、はい、バイト、ありがとうございます、ありがとう、あサメちゃん、じゃあゲストに来ていただきですか、サメ島選手に来ていただきました、どうですか後半の戦いは、本当この時間帯からしんどいもんね、うんうん、めっちゃ、うん、もう足つっちゃうでな、この時間帯から、うん、大体意識飛んでたかも、この時間帯試合中普通には見えなかったけど、めちゃくちゃ走れてたけど、うん、魔法使いみやびそう、魔法使いみやび、魔法使いだから、ね、うん、何が、今のパスもみやびの魔法で出たのね、出た、うん、ああいうパスにさせた、ダルビーって魔法使いのボール取られそうな持ち方するのに取られないそうとか、もうキーパーの後ろにおるキーパーみたいな
え、キッパー2人おる、ミヤピヤかみたいなとか、もう本当に落ちたら落ちたらいいんだよ、スーパープレイが多い、じゃあいい方に行くんだ、それ間違ってるんだ、ミヤピってなんかほら魔法使いっぽいやん、もう髪の毛とかもさ、顔の感じとかもさやべえ、今のさ、今のハンターがやらせてたから、もう一人がされるの、そう、リンクの絶対ハンターだよ、なるほど、これミヤビよ、すげえ、ミヤビもめちゃくちゃ体力あるから、うん、人がすごいから、ね、確かに、うん、でもミヤビの場合多分魔法使って瞬間移動してまだ言うミヤビの頑張りにしてあげてほしいそうだね、でもね、あんまり見せないけど実はすごいね、狙ってると思うよ、はい、ああ、ゴールとかゴールとか、ゴールとかね、そう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 、いや残り15分本番どうしますか、鮫島監督。また聞く？あと1枚残ってますけど、あと1枚残ってる？あと1枚残ってます。ね、はい、やっぱめ結構みんなきついだろうし、うん、次の試合もあるから。はい、誰？宮本美智さん。宮本智美さんいる。現役でな。うん。なるほど。当時の宮本さん。当時の宮本さん。島取りさんもいるし。うん、すごいすごい。総務に。総務に。かぶってるかぶってる、確かに、あと一枚で、いやみんなでも全然耐えてるというか、継続していい守備してるけど、だから絶対体力的にはね、もうね、しんどい時間帯には入ってるはず、しかも福さんのサッカーがさ、ハードワークじゃん、前線の選手特に。最後に解説の安藤選手の、サメちゃんと地元が一緒だから、安藤選手の今シーズン、あ、昨シーズンのウィーリーグの MVP について。ここでね、もう、関係ないよね。40歳。そう。関係ない。うん。だから本当にすごいなと思いつつも、うん、若い選手たちも頑張れって思う。ああ、確かに。うん、アンチさんの名言があったじゃん。年齢は。年齢はただの数字です。もうめちゃくちゃ感動した。ね、確かにサメちゃんに言うと若い選手ね。そう。そこをね、小杖ちゃんじゃなくて私がみたいな。うん、本当はね、選手もね、どんどん出てほしいよね、うん。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。残り12分。はい、来たね。いや、清水あずさ選手に来ていただきます。いや、岩瀬さん、残り12分伝えましたけど、3-0 だったらどうして？あずしも若い。大丈夫じゃない？これは1点取られたら怖いけどね。確かに、急に怖くなると思う。うん、もう、確かに、1点が。1点がね、失点したくないですよね、ここで。マジそれ。ほんまに。ジュンとか結構疲れますもん。青本めっちゃ疲れてる。そっちのね、左サイドね、めっちゃ頑張ってますもんね。攻守においてね、2人とも。すごい。マイボールにさ、そっから無理やりできるじゃん。すごい。すごい。それは賢い。もう戦い方割り切ってますよね。割り切ってる。めちゃくちゃ。すごい。だからこれをさ、これ勝ってさ成立できたらさ、他の強豪のチームとやるのもさ、なんかこう戦い方固めれそうだよね。ありますよね。こうやってやっていこう。うん、ほんまオプションが増えましたよね。そうそう。今日のこの感じで。遠藤純ちゃん結構狙ってね。すごいですね。めっちゃ軽そう。めっちゃ軽そう。確かに。ほんまに。本当さ、なんか相手一人ぐらいだったら余裕でさ、ボンって。自信持ってね。そう。このプレイで結構今寒いんですね。寒いらしい。だってベンチがすごくないな。僕は遠藤しちゃって。だってこの日は最初戦だったかな、8度とかあった気がするね。めっちゃ寒い。なんかみんな出てくるときとか、寒そうと思ったの。そういう戦い方も難しいですよね。そうだよね。途中からって。ナイス！ナイス！いや、いけ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 。いやー、シート、すごい。エビスね。やば。一つ言うのは、このディフェンダー、下がりすぎだよな。いや、そうですね。こうやって守る。もう一点大きいですね。もう、全然安心するでしょ。すごいっすね。ここの時間の、4点の追加点。4点、相当できないよね。やばいね。すごい相手です。いや、これ、決勝トーナメント、いい形で。そう。いやー、めっちゃよかった、今日。でも、キーナも、奪われへんけど、守備力めっちゃ高いから、うん、めちゃくちゃこの間さ、はい、
久しぶりっていうかさ、海外行ったからさ、はい、久々に会ったのよ、はい、スタッフさんに。はい。足、いかつくなってたよ。あ、マジっすか。太くなって、スタンプアップしました。うん、わちょっと前、ほら、会えなくてさ、対戦してたんですよ、ね。うんうんうん、次はさ、ちょっと華奢なイメージもあった。うん、久々に会ったら、もっと作ってる。もちろんだけど。うん。なちゃん、作ったよ。平均身長めっちゃ高かった、ね。ああ、そうだね。なでしこ、バッと、全員パッと見たんですよ。うんうんうん。我々の時はキャシャだよ、はい、こんなのないなやめやめ平均身長パッパンすごい求めテクニックを求められるものがね変わってるかもしれない、ねね、あナイス。あとやっぱ海外に出た選手がめちゃめちゃじゃないですか。あとはね半分以上になね、すごいですよね。それも絶対影響しますよね。こうやって自信持ってプレーできるっていうのはっていうかそういうさ、うん、相手とのさ戦い方さ、うん、こう決めれるよね。勝った経験ってさ、え、ほんまに、その日本が引いて守って勝ったっていうのはすごい有効的だと思います。そういうさ結果出しちゃって、ね、実はさ他のその強豪相手にさ、ね、ほんま、この戦い方いくね、なりますね。なりますね。わあ、ナイス。いや、このね、ナイスがいい。そうなんだよね。誰かしい。強豪めちゃくちゃ。だって今回。本体ね、側だったのね、あのワントップにさ、いけないのよ、本当に。そのまま乗ってるワントップとかは、リスク管理ですよね。そう、リスク管理で潰しましょうって話なんだけど、絶対がありふりなんだよ、そう、スペイン。本当です。確かに。で、これ、ちょっとイングランドとかは、多分それちゃんと潰してくる。ああ、確かに。さすがディフェンダー、ほんま。いやいやいや、そんな感じが。4対0で。いや、魔法を使いました。今も使えます。はい。あれ、すごいですよ、ほんま。本当は魔法。ほんまに魔法。ほんまに魔法。思ってる。いやでもこういうのすごい、キープすごい。もうリコちゃんもそうだけど、ワントップであれだけキープしてくれたら、そうなの、そうなの。ラモントさんとか賢いよね。うん。パールとか。そこは年齢もなんか高くされてるっていうかさ、確かに。ね、ベテランのチームのさ、今上の方ですしね。そうそうそう。もうそろそろロスタイムに。あるけど、こっからどういう感じで。4-0だもんね。はい。戦い方変えなくていいんじゃない？あとはしっかり全然抑えれる。抑えれれば収穫大きいよね。わあ、できたよ。ここ、ナオ選手行くんじゃなくて。フィギュアから。うん、もう見せどころよ。見せどころですね。絶対今伝えるんだけどさ、ドリブルもさ、ボールがうまいよ。はいはい。相手前に。誰もキッカーいない。誰もキッカーいない。結構距離が。無理だ。距離がね。わかんない。もう終わり際ならいいんじゃないの。ね、狙います。3分キッカーの方キッカーいないな結構交代したけど誰もキッカーじゃないじゃあキッカーの方どうですか。あれじゃない、無回転のボールでキーパーが弾いたとこを誰かが決める。いけそう、いけそう、いけ自信持って。さあラスト、ロスタイム、ロスタイム。いや、ナモスさんは振るか楽しいです。すごい、ありがとうございます。しないね、体ね。ねえ、うまいですね。そうですね、ここでガッツリいかないからね。それじゃできちゃいますよね。確かに。映像に出されるぞ。ね、うちらだったらさ、修正ポイント出まくる。出まくりさないとね、ダメですよね。なんかやっぱさっきとはなちゃんとモエピーの3枚のこのあれがいいですね。チャレンジャーのコンパスとカバー。一人さお出かけしてもさ、通せたいみたいな。そう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 。安心して電話ガラガラガラ。安心タンパラさ。そうそう。残り30秒で。ステイなんてバイタルで受けるのうまいから。そうそうそこにね。あれ一人いけるよ。うん、一人。あれさフォーバックだとちょっと出かけられないですよね。あそこで前向かれちゃったらちょっと。だからファイブバックがハマってますよね。あ、そうだね。今日の。あ、確かに確かに。やばい。誰かが予想したね。本当。いや、マジこれ以上。もう本当に。何も言えない。いや、スペイン相手に。マジでやばい。いや、最後いい終わり方したい。うん。で、ここもゼロで終わりになる。ナイスか、ハグちゃんナイスかは。ハグちゃんの距離感、距離感。めちゃくちゃすごい。ああ、もう想像できないよ。いやー、素晴らしいですね。
戦い方もね、もう作戦通りじゃない？うん、作戦通りですね、完璧でしたね。これはこのいい勢いでか、そう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 、そのあとね、うん、強豪相手っていうのさ、うん、戦ってこうぜみたいな、うん、すごい、これが先生でしたよ。トーナメント本当に勢い大事だからね、楽しみだ。次ほんま次聞こえない、ノルウェーボールをさ、ノルウェーチームだからこの戦いができるけどね、そう相手がさ逆に持った今持ったら全然違う戦い。違いますね、逆にカウンターの方を食らう、ね、そうそうそう側なので逆に考えられる、ね、いや、ほんまに確かに。いただきます。おー、首位突破。オンラインを見てくださった方にちょっとだけ、ありがとうございました。なんかすぐトークショーに入るんですけど、はい、あ、告知します。いいですか。じゃあ、皆さん、はい、オンラインを見てくださってる方ね、携帯を用意していただいて、はい、携帯を用意してもらって、YouTube をまず開いてもらって、カタカナでエースチャンネルって検索してください。ぜひよければ、会場の方も。もうすぐ登録者数5000人突破なんで、ぜひ、はい、もうめちゃめちゃ近づいてます。5000人突破。そうです。はい、今最近6月27日に出した三山あやさんの神回がすごいことになってるんで、17万再生とか、見た、はい、ぜひワールドカップについて、うん、もうワールドカップの裏話を語ってもらってるんで、うん、見てください、はい、エースチャンネルでは女子サッカー選手の、ね、素顔を見せたいっていう、ね、思いで始めたエースチャンネル YouTube なんでね、そうそのいろんな選手、もちろんなでしこに今出てる選手をゲストにね、マネージャーにもらったり、でワールドカップ前にカウントダウン自己紹介っていうワールドカップメンバーの23人を紹介してる動画も出してるんで、ティンに直接質問に答えてもらって私たちが紹介してるんで、それもぜひ見ながらワールドカップも一緒に見て楽しんでいただけたらと思います。でね、今日来てくださってるこのゲストの皆さんもね、うん、なんとエスタンネル全員出ていただいてね、全員出演してもらってるんで、もう貴重な話がある人聞けるんで、ぜひぜひ皆さんチャンネル登録してみてください。過去動画も見てください、うん、はい、オンラインの方が、はいはい、結構多くの方が見てくださってます。ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひ WE リーグの会場にも来てください。お願いします。聞こえてる？ぜひ WE リーグの会場にも来てください。よろしくお願いします。